トヨペット SA 型小型乗用車。トヨペット SA 型小型乗用車は、トヨタ自動車が1947年に開発した乗用車である。太平洋戦争終戦後の日本で初めて完全、新設計開発された乗用車であり、当時の日本に類例のない先進メカニズムを退去導入した、画期的な存在であった。しかし、終戦直後の混乱期における、 物資不足、技術未発達という製造面での制約に加え、モータリゼーション以前の状態にあった、日本の自動車市場の未熟さ、劣悪な道路整備状況という悪条件が重なり、オーナードライバー向けな設計が、主要ユーザーのタクシー業界から受け入れられなかったこともあって、1952年までに少数が製造されただけで終わ。最終的にごく少数しか販売されず、 利益には貢献しなかったが、その開発はトヨタの技術人にとっての貴重な経験となった。このモデルで命名されたペットネーム、トヨペット、トーパットはトヨタ社のブランドネームとして後年まで長く用いられた。現存者が愛知県のトヨタ博物館に展示されている。欧米に比して自動車の国産化が遅れていた日本で国産乗用車の本格大量生産が 実現したのはようやく1930年代中期に至ってからのことである。この時代、日産自動車のダットさん、高速機関工業の大田という二大ブランド、規模において全社が後者をはるかに圧倒していたが、それまでイギリス製輸入車のオースチンセブンによって占められていたミニマムサイズのオーナーカー需要を代替するようになった。もっとも、 これらはいずれも 750cc 級という最小限のクラスであった。当時の日本における小型乗用車規格は、排気量 750cc、全長2.8メートル、全幅1.2メートル、高さ1.8メートルに制限されており、この枠内なら許可制による無免許で運転できたが、サイズに限れば、戦後の 360cc 系乗用車よりまだ小さく、 それでいて、重量増やスペース効率で不利なフロントエンジン、リアドライブの四座仕様としていたのであるから、性能や居住性はごく低い水準にとどまらざるを得なかった。また、品質面においても、まだ十分な水準には達しておらず、故障が多かった。一方、太平洋戦争以前の日本でタクシーを中心に大きな需要があった乗用車は、 排気量 3000cc、4000cc クラスのアメリカ製量産車だった。後年の同排気量の自動車に比べ、当時の自動車は、車内スペースが狭く、動力性能も、はるかに劣っていたが、そのような時代でもアメリカ車のような大型、大排気量車であれば、居住性や、走行性能、耐久性には、相当にゆとりがあり、道路整備が進んでいなかった日本でも、十分に実用にこらえた。 アメリカ社は量産効果によるコストダウンと高品質の両立で日本市場を席巻したが中でも最大の市場シェアを得ていたのはフォードモーター社のフォード、ゼネラルモーターズ社、GM のシボレーの大衆社に大ブランドであった。フォードは1925年に横浜にまた GM、日本ゼネラルモーターズは1927年に大阪にそれぞれ 組み立て工場を設けており、ここでアメリカ本国から輸入した部品を組み立てて完成車とするノックダウン生産を行って大量供給を実現していた。1935年設立のトヨタ自動食器自動車部に起源を持つトヨタ自動車はフォード、シボレーを代替するクラスの大型車を当初から生産した。最初の市販乗用車は A 型。 1936年だった。その直列6気筒、オフ型エンジン、A 型は、シボレー1933年型エンジンの設計を、ほとんどコピー、その他シャーシ設計や、ボディデザイン等は、アメカ第3位のメーカーであるクライスラーの最新型流線型車、デソートエアフロー、1934年を全面的に参考にしており、またフォードもシャーシ設計の参考にされた、 手堅いとはいえ相当部分が模倣によるスタートであった。ただし、模倣のベースの相当部分に、シャーシ重量配分や流線型全構成ボディなど、当時最先端の技術を備えた、デソートエアフローを選んだのは、トヨタ自動食器自動車部とそのトップである、トヨタキ一郎の宅見というべきものでもあった。とはいえ、実際の製品品質で、欧米輸入車のレベルに遠く及ばなかったことは、 トヨタも当時の日本車の例外ではなかった。A 型も含んだ 3000cc 超のアメリカ製、大衆車サイズは確かにゆとりのある性能ではあったが、当時の日本での使用には、やや大きすぎる嫌いがあったのも事実であった。一方、日本製小型量産車の主流である 750cc クラスは小さすぎて、ゆとりがなく、輸送力のあるトラック等への広範な応用にも、適さなかった。 当時のダットサントラックは、同時期の廉価なオートサントラックと対差のない5 0 0ラムの積載能力しかなかった。さらに、1930年代後期の戦時、大成下では少子減価も必須であった。このため、トヨタ自動車では、日本の国情へのガッチ置きとして、A 型よりも一回り小さなクラスの乗用車開発を試み、1939年、 2.2リッター水冷直列4気筒オフの C 型エンジンを搭載した中型試作乗用車 AE 型を完成させた。後に新日本号と名付けられた。この乗用車は A 型同様にクライスラーの流れを組んだ先進的なシャーシ設計を用いており、1941年から1943年にかけて少数が増加試作されたが、 乗用車の市販自体は不可能になっていた。戦時体制の下で晴れ以上の発展を見ることなく、開発は頓挫した。新日本号に続いて出現した、戦後のトヨタ製乗用車はさらにダウンサイジングし、戦前とは一転して、ヨーロッパ車に範を取った、設計手法を用いることになった。戦時中、一般向けの乗用車生産は中止されていた。そして、 終戦直後の新中軍当局も日本の自動車メーカーに乗用車生産を許可することはなかった。したがって1945年末時点では日本の四輪車メーカーは戦後復興に真っ先に必要とされるトラックやバスの生産に救急としていたのである。トヨタでも事情は同じで物資不足の中戦時仕様のキロバイト型4トン積みトラック車足に改善を加えながら 用用量産に取り組んでいる状態だった。A 型の改良型として、戦時中に設計された AC 型乗用車、1943年を1947年に50台のみ、追加組み立て制作したのが、トヨタにおける戦後初の乗用車で、それも外国貿易代表団向け公用車という、特別事情あってのことだった。しかし、 トヨタ・キ郎チロは遠からず乗用車の生産が再開できるであろうと予見し、既存のダットさんに互いして、日本国内市場での販路を見込める小型乗用車の開発を企画した。資源に乏しい日本の国情では、もともとアメリカ車のような大型車よりも小型車の方が適しており、またアメリカ車と競合することもないという判断があったからである。トヨタの小型乗用車は、 驚くべきことに、終戦半月後の1945年8月末には、開発計画を起案され、11月には早くも開発に着手されていた。東京大学教授で、来年期間の専門家として知られ、豊田金一郎の親友でもあって、戦前からの顧問であった、熊部和夫、後副社長が常務に就任し、この計画の指揮を取った。その開発作業は、 物資不足の時代背景を考慮すれば、異例のハイペースで進行し、わずか14ヶ月後の1947年1月に、試作車を完成した。当時の日本車としては、珍しい、欧州車風のハイメカニズムを退去導入したことは、意欲的であった。1947年6月、自動車メーカー側の運動の成果で、GHQ から年間300台の乗用車、 生産許可が下った。この結果、新開発の SA 型乗用車は、同年10月に同一エンジンを用いた SB 型トラックとも、トヨタにとって初の小型自動車として発表された。四輪独立喧嘩のバックボーンフレームに、全構成流線型車体を乗せた、フロントエンジンリアドライブの小型乗用車で、 1930年代のドイツやチェコスロバキアの自動車を連想させるレイアウトで、あ、それまでにフェルディナント・ポルシェ設計の KDF、後のフォルクスワーゲンタイプ1との類似を指摘する記述が多くなされているが、1930年代のヨーロッパには他にも参考にされたとぼし量産小型車が多数存在しており、それらの一部は戦前すでに日本にも輸入されていた。 KDF の実写は1946年時点では日本に移入されておらず文献のみの紹介に止まっている。したがってフォルクスワーゲンを参考にしたとする一部文献での記述をそのままの意味で捉えるのは適切とは言い難い。ただし開発を主導した熊部和夫は戦前に投亡した際ドイツで KDF を実験している。全長 3800mm。 全幅 1600mm 弱というサイズは、既存の日本製小型車に比して二回りも大型であった。当時のダットさんは、全長 3000mm、福音は 1400mm に満たない程度である。このサイズは、ヨーロッパの本格的な小型乗用車と同等であった。日本製小型乗用車としては、初めての後半バックボーンフレームを採用した。前方は Y 字状に開いており、 ここにエンジンをつってフレーム中心に貫通させたプロペラシャフトを駆動、シャーシ後部に固定された作動装置へ駆動力を伝達する。バックボーンフレーム方式は1900年代初頭にフランスのアメデー・ボレー・ペールがすでに考案しており、1930年代の時点では類似の手法についてチェコスロバキアのタトラ、ドイツのメルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどヨーロッパで 比較的多くの採用例があった。日本でも1930年代中期、小型四輪駆動軍用車の陸王系4機などに採用された洗礼があるが、一般には広まっていなかった。バックボーン式は従前主流の梯子型フレームに比して、フレーム構造を単純化、軽量化できるメリットがあるが、サスペンションが独立喧嘩でないと使いにくいレイアウトでもある。 日本ではアクロへの体制の必要から固定軸とそれに適したはしご形フレームが主流であったこと、またその後に独立喧嘩主流の時代になると十分な耐久性を持った完全なモノコック構造が実現された後からバックボーンフレームはあまり普及せずに終わっている。足回りの開発は内山田亀夫、後のジェコー社長と沢睦夫が担当した。前輪は コイルスプリングを用いたダブルウィッシュボーン後輪は横置きリーフスプリングで釣られたスイングアクスルトウレイアウトで日本製の乗用車としては初めての四輪独立喧嘩採用である。路面追従性や乗り心地の改善を図ったものであったが当時の日本では劣悪な路面状況への適性に欠け時期所蔵であった。国産小型車の乗用フットブレーキは 機械式が普通の時代だったが、トヨタでは戦前からより安定して作動する油圧ブレーキを用いていたため、SA 型でも油圧式とした。この時代はまだディスクブレーキ出現以前で SA 型も前後輪ともドラムブレーキである。トヨタはそれまで小型車用のエンジンを生産しておらず、SA 型乗用車開発にあたって新たに小型の水冷直列4気筒エンジン。 S, S 型を開発した。開発は小林忠夫、後の愛産工業社長らが担当した。レイアウトはサイドバルブ直列4気筒、995cc で最高出力 27PS、4000rpm というスペックであった。当時の日本製乗用車用エンジンとしては最新鋭のもので、これを上回る国産乗用車用エンジンは多摩自動車、 後のプリンス自動車工業向けの富士精密1.5リッター直列4気筒1952年 45PES まで存在しなかった。形式名の S はスモールから取ったものと言われている。基本設計においては1930年代後期にフォードがイギリスとドイツで生産していた小型車用エンジン及び同時期のドイツの中堅メーカーであった。 アドラーの小型車用エンジンを参考にしたという。これらの実績あるベースエンジンの性格を受け継ぎ、全体にごく手堅い設計であった。戦前の A 型エンジン以来、オフエンジンの生産経験を積んでいたトヨタだが、S 型であえて旧式なサイドバルブを採用したのは、シンプルな構造による生産性、整備性の良さとコンパクトさとを重視した結果でもある。 当時はまだ金属の材質も良くなく、シリンダー内の表面特殊加工技術も進んでいなかった。エアフィルターの不備もあり、未舗装路での酷使によってエンジンが砂塵を吸い込むとでエンジン内が早期に摩耗して、ピストンの圧縮が抜けてしまうことも少なくなかった。従ってヘッドを脱着し、摩耗したシリンダー内にライナーを圧入して検索、シリンダー内計を再生する。 ボーリングと呼ばれる整備もたびたび行われていたほどで、エンジンの分解整備を行う頻度は、現代に比べてはるかに多かった。同時期のダットさんやオータのエンジンは、戦前型エンジンの排気量拡大型に止まり、4気筒だが、クランクシャフト両端にしか軸受けのないプリミティブな2ベアリング型で、高速回転や高出力化には不向きだった。これに対し、トヨタ S 型は、最初から、 クランクシャフト中央にもベアリングのある3ベアリング型となっており、高速化や耐久性向上に寄与した。S 型は SA 型乗用車、SB 型トラックの後も、トヨタの乗用車、トラック汎用エンジンとして量産されたが、ライバルのダットさんこそ上回るにしても、非力差は否めなかった。1953年に、後継エンジンとなる1クラス上の1.5リッターオフ。 エンジン、R 型が投入されると、乗用車用エンジンはそちらにシフトし、小型トラックの一部が S 型搭載で残るだけになった。これでは、S 型の生産設備が有給化してしまうため、当時の技術担当重役である、豊田栄治の発案で、S 型エンジン搭載の廉価なセミキャブオーバートラック、SKB 型トラックを、開発、1954年、 オートサンリニの対抗者として、各班を図り、続いて新たな分野として、フォークリフト開発を企画、そのパワーユニットに S 型エンジンを使うなど、利用拡大が試みられたトヨタは、この結果、小型トラックやフォークリフトの分野でも、日本を代表するメーカーの一つとなる。S 型はその後も、初代とヨペットコロナ、ただし前期型のみ、 に搭載されるなど、昭和30年代前半まで、第一戦級のエンジンとして生産されることになった。短命に終わった SA 型乗用車において、そのパワーユニットのみは大いに活用されたと、評するべきであろう。前進3段、後進1段のマニュアルトランスミッションで、ローギアを除きシンクロメッシュギアとし、変速用意化が起とされた。しかもシフトレバーを。 ステアリングコラムに装備し、前席足元からレバーを排除して、スペースにゆとりを得ている。当時、リモートコントロールシフトと呼ばれた、コラムシフトのレイアウトは、1930年代中期のアメリカ車を発端に広まりつつあったが、日本では SA 型が最初の採用であった。時代相応に独立フェンダーを備える、全構成流線型ボディのスタイリングは、 1930年代のヨーロッパで流行した、いわゆる、ヤーライスタイルの典型で、工芸係長の森本正男、後デザイン部長、千葉大学教授を中心とするトヨタの社内デザイナー、等によるものである。欧州風と米国風を融合させることをテーマにした。機能性の点から、ドイツのフォルクスワーゲン等を主に意識しながら、米国風のノッチバックスタイルとラジエーターグリルを、 合わせた。試作者の車体は、豊田自動食器自動車部を退社後、荒川板金工業所を立ち上げていた、荒川義兵の元を、豊田喜一郎が直接尋ね、口説き落として、製作を依頼した。納期までわずか2ヶ月、しかも5分の1の図面のみからの製作であったが、荒川をはじめ、社員18名の奮闘により、3代の試作者が1946年の、 これまでに出揃った。試作時点では屋根が薄く、車体側面にステップボードを残していて、1930年代中頃のヨーロッパにおける初期流線型乗用車、1935年のフィアット1500などに類似した形態であったが、生産型では屋根のボリュームを増し、側面のステップボードを廃止するなど、1930年代末期の アメリカ社に近づく進歩を見せている。ドアは前開きとされた。ベンチレーターと腕機式方向指示器はボンネット側面のスカットル部分に前後並列で配置された。SA 型のラジエーターグリルのデザインはボディ前面の比較的低い位置に中央で二分割された外気導入口を設け、重線状のクロームメッキングリルを打ち破滅するという当時の日本においては 極めて斬新なものであった。古くは外部露出していた自動車のラジエーターにグリルが付くのが一般化したのは1920年代のことであった。当時のラジエーターグリルの捉え方は、車体前方のラジエーター前面に保護カバーとしてのグリルを取り付けるというもので、ラジエーターグリルはデザイン上、ボディからの独立性が強い一種の装飾パーツでもあった。しかし、 1930年代に入って始まったボディの流線型化の中で、ラジエーターグリルのデザインのあり方は行き詰まりを見せるようになる。そこで、従来の固定観念を脱し、ボンネット全端に開いた冷却風道入り口のデザイン処理という考え方に、立ってラジエーターグリルもボディの一部であり、一体にデザインされるべきとする発想の宣弁をつけた初期の例は、 フォード社から1937年に発表されたリンカーンゼファー1938年型であった。開口部としてのグリルデザイン勝利はフォード社社長で前衛手法への理解があったエドセルフォードなどを除いては多くの拒否反応にあい、人気モデルだったゼファーの売れ行きを一時鈍らせるほどの影響があったという。しかし見慣れればむしろモダンで機能的なデザインであり、 翌1938年になると追従して、同様なデザインを用いるカーが続出した。SA 型でのボディの開口部的なグリルデザインは、ゼファーから約10年遅れではあったが日本では最先端の試みであったし、アメリカ以外の諸国でも一般的な乗用車のデザインについては、戦時中の技術停滞の影響で、アメリカ車の1940年前後の デザインレベルまで追随するのが精一杯の時期であった。戦時中の新日本号では同時期のアメリカ製大衆車とも異なるデザインアプローチが施行されていた史実もあり、この面においてトヨタが世界全体の水準から大きく遅れていたわけではない。もっともアメリカ本国では1940年以降、さらに機能性重視に進んだ新たなデザイントレンドが勃興しつつあり、 1942年の民間向け乗用車生産中止までに出現した市販乗用車のデザインは戦後のさらなる発展に連なる素地を構築していた。それは1948年から1949年にかけてフルアイズフラッシュサイドボディを備えた完全新設計の戦後型モデルが各メーカーから多数送り出されるという形で結実した。トヨタが フラッシュサイド化に追随するのは、トラックシャーシに乗用車ボディを仮装した1949年以降のモデルであったが、どちらかというと、アメリカ車への同型による一種のパロディとでも評すき、外観を呈しており、品質やデザインにおいて、一応の体裁が整うのは1955年発表のまで待たねばならなかった。配色は、八重樫守、後デザイン部長、 豊田合成顧問のスケッチを東郷政治や和田密造が監修し、審査会で7色が決定された。もともと内装は無難で地味な色合いとする計画だったが、シート記事検討のため墨絵織物に協力を依頼したところ、同社の社長から真っ赤な記事にしたらどうかというアップレゲール的に強烈提案を受けた。これがきっかけで、 最終的に日本の自動車としては異例なベージュ系統の明るい内装を用いることになったという事情がある。フロントシートはパイプフレームを用いたモダンなセパレートタイプで双葉産業が製造した。ダッシュボードには大型の真空管ラジオが装備されたが、後の14型テレビほども大きさがあった。1947年当時の日本で一般に、 聞くことができたラジオ放送は NHK 及び、米軍放送 AFRS による A 放送のみで、このカーラジオも AM 専用である。おそらく、日本車としては最初期のカーラジオ搭載例であったと見られるが、装置として、どの程度実用になったのかは不明である。また、開発過程では、エアコンディショナー、空調の搭載すら検討されていたと言われるが、 当時、冷房機能まで含めた乗用車用のエアコンディショニング、システムはキャギラックに初で車載されたばかり、1940年という世界的にも新しい技術であり、事実であれば、このような小型車向けに検討されただけでも無謀に近い。実際にはトヨタが太平洋戦争中に試作機品車として一台のみ、製造した大型乗用車、大型 B が、 冷房なしで暖房装置と強制送風機能を備えて空調をと称していた史実があり SA の空調も先行した大型 B の事例に類した過渡的なものであった可能性が高い。それでも遥か後年の1960年代前期まで日本の小型自動車では暖房ですらオプション扱いであった事例が多く相当に進んだ試みとみなすことができる。 1947年の発売にあたって、SA 型乗用車と SB 型トラックに与えられた、トヨペット、トーパットという愛称は、トヨタの愛車という意味合いから、トヨタのトヨ、トヨに、愛顔物の、ペ、ペットを組み合わせたものである。戦前からの日産、ダットさんと並んで、戦後の日本車における代表的な社名として、長く親しまれることになった。 公募から選定された名称とされ、1949年に商標登録されている。しかしこの名前は、実は厳密な意味での公募作品ではなかったとも伝えられている。その経緯について、トヨタ系ディーラーである、青森トヨタ自動車の創業者であり、戦前からトヨタ車の販売に携わっていた、小野源氏進む、1914年から2006年もと、 日本自動車販売協会連合会副会長、裁判連に日本経済新聞からのインタビューにおいて次のような逸話を語っている。1947年6月頃、豊田喜一郎、神谷翔太郎ら豊田幹部が九州のトヨタディーラー経営者らの激励会を大分県ウェップ市で開き、おのも東北地区ディーラー団体の幹部として同行した。 この時の九州訪問団一行には、当時トヨタ自動車販売店組合の理事長を務めていた奈良県の有力ディーラー、菊池武三郎、後、奈良トヨタ、社長が参加していた。木一郎ら一行は、別府での激励会を終えた後、宮崎県に移動し、現地のホテルで会議を行ったが、その席で菊池ともう一人の関係者、詳細不明から、 数ヶ月後に発表を控えていた SA 型乗用車の相性についてトヨペットとしてはいかがかとの提案があった。豊田喜一郎もこれを良い名前であると考え、衣、衣、現、豊田市の豊田本社に戻ってから公募審査員とも調整し、トヨペットという名称を正式決定したのだという。なお、SA 型は車両形式で、 S, S 型エンジンを搭載した最初の車両 ABC の A という意味。エンジンの基本形式を車両記号の頭につけるという方法は1936年に豊田 AA 型乗用車が登場してから現在に至るまで基本的な命名規則となっている。SA 型は1947年当時の日本においては極めて意欲的な乗用車であった。 そのスペックの多くはヨーロッパの最新型乗用車に匹敵するものであり、これが成功を収めていれば、以後の日本の自動車産業は相当に異なった発達を見せた可能性もある。だが、現実の SA 型は多くの最新メカニズムを導入しながら自動車としての成功には至らなかった。当時は戦後の混乱期で日本の工業界がようやく復興を模索し始めた時代である。 性能の良い工作機械も良質な資材も共に不足した状態で複雑なメカニズムの新型車を生産することは容易でなった。出来上がった SA 型では故障や破損が連発した。さらにトヨタ自動車自体が1950年には一時深刻な経営危機に陥り、事業継続自体が危ぶまれるなど生産体制には不安が付きまとった。 数々の最新メカニズム導入の結果、空車9 4 0ラム、赤車1 1 7 0ラムという重さになったが、その一方で 1000cc の S 型エンジンはわずか 27PS の出力で、交渉最高速度は時速8 7トルに止まった。1930年代初頭のヨーロッパ製、大衆車程度の水準で、時代水準から言えば、やや不十分である。また、 最高速度に近い速度での連続巡航が可能であったかどうかも不明である同時期の欧州車の場合やはり 1000cc のフォルクスワーゲンビートル最初期型は 25hp で学面のエンジンスペックこそ SA 型にわずか劣るが空車状態で重量 780kg と軽く最高時速 106km に達したしかもアウトバーンの平坦路を時速 100km で 連続走行可能に設計されていた。1948年8月には、東海道本線の急行列車と名古屋駅から大阪駅まで競争するデモンストレーションを行っている。SA 型は、早朝の下り急行列車と同時に名古屋を出発し、関ヶ原、大阪山を越え、道路状態も決して良くない 200km 弱の道のりを途中で ガス欠を起こしつつも4時間で走破して42分の差で列車に勝った。しかし当時は鉄道も戦争による荒廃と石炭他の物資不足で著しく速度低下していた時代で大差で勝ったとはいえある程度割引いて受け取る必要はあろう。この時代の日本では道路整備が未だまともになされていない状態で都市部でも未舗装の道路は多かった。 複雑な独立喧嘩は耐久性不足でどうしても破損が生じやすかった。また、日本のタクシー業界では戦前のニーアクションのトラブルによって1950年代に至っても独立喧嘩に不信感を抱いていた。当時はデュボネ式以外のダブルウィッシュボーン GM の自社開発方式、1932年のキャディラックで前輪に採用されて、 大成功し、以後世界的に普及。現代まで、独立喧嘩の主流形式の一つであるなどの、前輪独立喧嘩も、日本では乱暴に総称して、ニーアクションと呼ばれており、総じて日本の悪路で、タクシー用に国使するには適さないものと捉えられていた。確かに1940年代末期の道路状況では、タクシー業界の不振も穴がち的と外れではなかった。当時、 国産乗用車のユーザーは、ほとんどがタクシー業界であった。しかし、もともとオーナードライバー向けで、お上品なメカニズム、装備の SA 型は前日の通り、万有を伴って国士されるタクシー用途には極めて不適だった。むしろ前後固定軸で丈夫なトラック用車足に、乗用車ボディを乗せた、偽物の乗用車の方が、当時の日本のタクシー家業には適していたのである。 加えて、SA 型は2ドア車であって4ドア仕様がなく、構造的にタクシーに使いにくかった。また、1950年代以前のオーナードライバーは、富裕層の一部に限られて、非常に薄く、その数少ないオーナードライバーも信頼性が高く高性能な輸入車を好んだ。だがそもそも終戦直後の混乱期には、そのような人々も、容易に自家用車を購入できる状況ではなかった。 つまるところ、先進メカニズムと洒落たデザインを備えた SA 型を作ったところで肝心の改定がつくような時代ではなかった。トヨペット SA 型は1947年から細々と生産されたが、最終的には1952年までに213台が製造されるに止まった。より実用型とした SC 型も検討されたが試作で終了している。 技術的未熟により、製品として失敗作であったことは否めず、また、社会情勢からして試作者に止めるのが適切な、設計の車両を200台以上も生産してしまった、時点で、ビジネスとしても失敗であった。直接の利益となったのは、新しい S 型エンジンの開発のみであった、同一エンジンの兄弟車とも言うべき小型トラックの SB 型は、当時におけるヒット作になり、 また絵姿エンジン自体、後年まで様々な応用がなされた。しかし、先進技術の思考やスタイリング研算などの経験は、戦後のトヨタの自動車開発に、有形無形の著しい示唆を与え、後の初代トヨペットクラウン開発にも影響を及ぼした。その意味では、極めて貴重なデザインスタディとなった自動車として評価できるであろう。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。